お疲れ様でございます。じゃあ今日も暗号通貨ニュース、カルダノの稼ぎ方いってみましょうか、えー。ご覧のようにね、今日1月30日なんですけども、ビットコインの価格回復したでしょ ?600 万円を下回ったら買いっていう風に繰り返し言ってますけども、本当に買いで入った方、今30万ほどの含み益取れてるんじゃないですかそしてイーサリアムも同じように、ここを割ったら、ここを上回ったらっていう風なワンプライス基準でね、えー、売買を繰り返すことができると思います。 そういう意味で言うと、XRP は、80円を上回ったら売りですからね。まだだから、買いといえば買いなんですよ。ただ、XRP はあんまり意識を置かないでいいと思いますけどもね。で、今日のテーマはカルダノです。ね。一時期70円を下回ったでしょ。ヒヤヒヤしたんじゃないですか。ね。そこで売ったらダメなんですよ。買うんですよ。70円を下回ると、買いが集まってくるんですよ。だから値段が上がって、一気に今77円を超えましたよね。え、つまり、含み益を取れてるはずです。 で、カルダノに関しましてはね、70円を下回ったら買い、これはいいんですけども、逆に80円を上回ったら売り、このぐらいの、その、70円から80円の間っていうのは、ステイっていう形でね、2プライスを設けていってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。カルダノに関してはそういうふうに思ってます。もっと言うとカルダノって、もっともっと値上がりするはずです。これは私の気持ちも入ってるんでね、あの、ちょっとこう、ひいきめにお話しするんですけども、 100円超えるまで売ることは全く考えなくてもいいんじゃないかなと心の底で思ってますけどもねはいじゃあ今日はそんなところでございます体のも70円を上下で考えていきましょう